はい。コロナの新型コロナが大流行している最中に買った時計をちょっと今回ご紹介したいと思います。で、あんまり皆さんコロナの最中時計買わなかったのかどうかわかんないですけれども、私は3個買いました。で、これがですね、1400M のエアキングですね。で、ブラックダイヤルです。で、キャリバーが3100が入っていまして、2つ前になるのかな、エアキングとしては2つ前になるんじゃないかと思いますけど、2000年に入ったぐらいの、入ってからのエアキングですね。で、これちょっと、軍用バンド、ドイツ軍の、軍用バンドにちょっと変えてみました。NATO 軍のですね、軍用バンドをつけてます。黒文字盤なんで、ちょっと洒落てるかなと思って、軍用バンドに変えて、今使っている時計の一つですね。で、次がですね、これもエアキングですね。ピンクダイヤル、369のピンクダイヤルですね。これ14000。キャリバーの3000の入ったエアキングです。まあ、ちょっとこのところエアキングの、この、ちょっと前ぐらい、2つぐらい前ぐらいのやつですか。これはちょっと気になっててですね、この辺を、買いました。2つ買いましたね。で、黒とピンクですね。これは、ピンクなんで、オイスターブレスそのままつけて使っています。これもオーバーホール、分解掃除してもらってますんで、これも今、最近はこれも使ってます。14000ですね。で、次にですね、この、オイスターパーペチュアルデイト、15210ですね。キャリバー3135の入った、これもベストセラーの機械が入ってますので、非常に安定しています。これも分解掃除をしていただきましたので、今この3つを、まあ、コロナの2ヶ月間の間に買った時計なので、まあ、この3つをですね、まあ、実用的に使ってますし、まあ将来的にもですね、安定した資産価値がある3つだと思ってます。特にエアキングのこの2つは、まあこれからの、まあ5年、10年後の、まあなんていうのかな、資産の値崩れっていうのはないと思いますし、まあ、値上がりも見込める時計じゃないかなと思います。エアキングですね、ペットネームがあるロレックスとしては、まあ、GMT マスターが、ああやって、まさかの値上がりになって、昔から知ってる人からすればですね、まあ、あんな悪いですけど、スポーツモデルとビジネスモデルの間みたいな時計があんなに上がるとは思ってもなかったっていうこともあって、現行のエアキングはなかなかいいなっていうふうに思うんですけど、ということで、エアキングの旧タイプは結構おすすめですね。まあ、個人的にそういう観点から買ってます。で、これはですね、14-15210。エンジンタンドのついたオイスターパーペチュアルデイトで、まあ、これは15-1501 の、 形を引き継いで、新型のキャリバー入ってるんで、まあ、非常に安定してますよね。で、まあ、3連のブレスに変えて使ってもいい。ビジネスシーンには、まあ、とてもいい時計だなと思いますね。ケースのサイズが、僕の腕がちょっと細いっていうのもあるのかもしれない。ちょうどいい感じですね。現行だとちょっとあまりにも大きすぎますし、で、この辺の、まあ、ちょっとモダンヴィンテージっていう年代のものが、まあ、これから結構いいんじゃないかなと思って買いました。今回はこの2ヶ月ぐらいの間に買った時計ですね。これをちょっとご紹介しました。どちらも30、腕に34ミリぐらい腕周りの
ベゼル径が34ミリぐらいで、まあ、なかなか使いやすい時計だと思います。で、黒文字盤、ピンク文字盤、シルバー文字盤ですね。こういう形で買っています。どうでしょうか。ちょっとおすすめのモデルですね。これから先に。はい、そういうことです。